今回紹介するスレはこちら。ここだけハマグラとタツボが。入れ替わった世界、日常風景でもストーリー上こうなるのでは？という妄想を垂れ流しにしましょう。能力は使用できない方がいいのかな？イチャつくのは確定だよな。いつもとは違う感覚にドギマギしながらイチャイチャする、素晴らしい光景だ。ハマズラの姿で南南西から信号が来てる。って言ってるのシュールすぎるな。普段通り行動しようとするハマズラ、かっこ体滝つぼ。でも全然出なくて滝つぼ、かっこ体ハマズラ。が行動するも技術を知らないからハマズラ、かっこ体滝つぼ、がアシストする、割といいな。周りの反応も気になる。アイテムメンバーは悪ふざけか何かと最初は思いそう。なお理解したら宇宙背負いそう。アネリからしたら大好きな男の体に恋が滝が入ってることになるのか。アイテムの中から変な性癖に目覚める子が出ないだろうか。麦の、かっこ慣れない女の体に恥じらうハマズラ。なんかすごくいいわね。自分で書いてこんな麦のないわと思っちゃったよ。麦のだと、というよりキヌハタもだが最初は笑ってそう。この二人は中身が違うと最初以外急激に冷めてそう。ハマズラ、かっこおおでけえ、ちょっとくらい触っても。身体能力的に落ちてるだろうからハマズラそのあたりのギャップにわかってても困惑しそう。着替える時に滝壺の体を見ないようにするため目隠しし着替えさせてもらうハマズラ、かっこ滝壺の体。着替えさせる滝壺、かっこハマズラの体。なお目隠ししてても大体わかるハマズラさん。滝壺の体を危険な目に合わせるわけにはいかねえ。って逃げるしかできないけど終盤元に戻って世紀末帝王の本領発揮しそう。普段通りならとっくに逃げ切れてるはずなのに逃げ切れないことによるギャップでも耐えてほしい。一体誰の仕業なんだ。ワンチャン滝壺の能力が謎の方向に暴走した可能性があるかも。死んだフレンダの呪いでしょ。かっこ適当。麦のんが無事で二人が流れ玉を食らってるあたりがフレンダらしいな。滝壺が本気の攻めをするんじゃないの？キヌハタ、かっこす、素晴らしい。こんな調子急な頂点回今まで超見たことがありません。アレイスター、ようこそこちら側へ。かっこ BGM でコロちゃんのうめき声。あんたは乗っ取りだろうが。しかもこっちは純愛カップルやぞ。滝壺の姿をしたハマちゃんに絡む変態とかシャレになんねえ。滝壺、かっこハマズラ、がハマズラ、かっこ滝壺、に性的な意味で襲われそうな気がする。素晴らしい。表情豊かな滝壺、かっこハマズラ、と無表情なハマズラ、かっこ滝壺、か。ありだな。滝壺ボディでエッチな顔するハマズラくん欲しいっすね。麦のんは入れ替わりを伏せようとしても何やってんだハマズラってカンパしてきそう。キヌハタもなんか滝壺さんのふりしてもキモさが超隠しきれてませんよとかになりそう。間違いなく滝壺、かっこハマズラ。が上条さんに電話して助けを求める展開はある。助けて、大将。かっこ滝つぼ声。え？誰？上条さんにこんな声した知り合い。ん？この呼び方。まさかお前ハマズラか？どうして入れ替わってるんだ？こんな感じで。麦の、フレンダ、キヌハタとも入れ替わってみてほしいぜ。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。